デジタルトランスミッションコンテントプ,プロテクションは、ホームネットワーク、パーソナルネットワーク内でコピー防止に使用される。DTCP の中でも、DTCPIP は DLNA と共に使用され、家庭内の孫コピーの禁止された地上デジタル、BS デジタル、CS デジタルの映像配信に主に使用されている。DLNA をサポートしている商品でも、 DTCPIP を同時にサポートしているとは限らない。DLNA のみをサポートしている商品では、日本のデジタル放送は配信できない。DLNA ネットワークとデバイスインターオペラビリティガイドラインズが2006年10月に拡張され、DLNA デバイスが DLNA リンクプロテクションをサポートするときには、DTCPIP が必須となった。なお、 本企画が採用されているのは日本のみであり、典型的なガラパゴス企画の一つでもある。ホームネットワーク、パーソナルネットワーク内での音声、映像のコピー防止の目的で使用される暗号化方法で、日立、インテルパナソニックソニー、東芝によって作成された。主に画像、音声データの配信プロトコルである DLNA と共に使用される。当初は、 IEEE 1394から1995シリアルバス用に制定されたが、後に TCPIP 用に拡張された。接続形態はサーバー、クライアントであるので、ネットワークの中に最低1台のサーバーが必要である。クライアント同士の接続はサポートされていない。DTCP ではサーバーをソースデバイス、クライアントを シンクデバイスと故障している。DTCP は USB、MOS と Bluetooth、IEE1394、e、Wireless と IP の各種プロトコル上で実現されている。IP 上で実現されている DTCP は DTCPIP と表現される。暗号化方法としては DTCPIP では1 2 8ビットアイスが使用され、他のプロトコルにおいては M6 が使用されている。DTCPIP は IP を使った通信すべてをカバーするものではなく、家庭内ネットワーク領域での用途に限定している。そのため、TTL と RTT に制約を設けている。TTL は3以下、RTT はナノミズ以下である。TTL はルーターを経由するたびにデクリメントされる値で例となったパケットは、ネットワーク上に現れることはない。 TTL が3の場合、ルーターを2つしかまたぐことができないことを意味する。RDT は通信の往復にかかる時間であり、ルーターのホップ数や通信の距離などに制約をかける意味がある。以下より、DTCPIP に対応した製品を列挙する。クライアント製品とサーバー製品に分かれており、クライアント製品としては TB が、サーバー製品としてはレコーダーが主に挙げられる。 下記のテレビは DTCPIP ムーブダビングにも対応蒸気レコーダーは DTCPIP ムーブダビングにも対応東芝のレコーダーの記録方式で C で記録された画像は DTCPIP DLNA で配信できないありがとうございます